安倍乗文は東京都世田谷区出身のモーターサイクルロードレースレーサー。ニックネームはノリックでエントリーネームをノーリック安倍としていた。息子の安倍正雄もレーサーであり、つくばロードレース選手権に参戦している。東京都世田谷区出身。父はオートレース選手の安倍光を。5歳からバイクに乗り、ポケバイ、ミニバイクレースを経験した。 15歳で渡米し、ダートトラック、モトクロスの修行をする。全日本ロードレース選手権、フル参戦1年目の1993年に、最高峰クラスの 500cc クラスにおいて、史上最年少の18歳でチャンピオン、そして 500cc クラス最後のチャンピオンとなった。1994年には、ロードレース世界選手権日本 GP で、ケビン・シュワンツ、 マイケル・ドゥ・ハン等と、苛烈なトップ争いを繰り広げながらも残り3週で、転倒リタイアしてしまうという、センセーショナルなデビューを飾る。安倍のパフォーマンスのインパクトは、バレンティーノ・ロッシが、この、安倍の勇士に憧れ自らを、ロッシ・フミと名乗ったエピソードが物語っている。後に、バレンティーノ・ロッシは、自分からサインを求めたのは後にも先にも、ノリックだけと語っている。 シーズン前の状況では、安倍は全日本ロードレース選手権、スーパーバイククラスへの参戦が予定されており、WGP への参戦予定は、前年度に、国内 500cc チャンピオンを獲得したことによる、ワイルドカードでの日本 GP ただ一戦のみであった。安倍は、他のライダーたちにとっては、シーズンの始まりの一戦だが、僕にとっては、この日本 GP が、 今年のシーズンすべてだった。と後に語っている。結果は、ドゥーハンらを抜き去るだけ抜き去ってリタイアしてしまったため、抜かれたドゥーハンが、安倍は確かに良いライダーだが、もう少し僕の後ろを走る必要があった。とコメントを出している。この時点で、安倍は、ホンダジニエへの所属だったが、この時の実力を高く評価したウェイン・レーニーからの強い誘いにより、シーズン中ながら、 ヤマハ陣営へ異例の遺跡を果たし、WGP にさらに2戦、スポット参戦した。当時のヤマハは、他社のワークスマシンに乗っていた、日本人ライダーと契約する前例はなく、ウェイン・レーニーの強い希望によって実現したと言える。ヤマハ側としても、日本人の 500cc グランプリライダー、それも優勝争いに加われるレベルのライダーが例えた。 メーカーの所属だとしても欲しかったこと、バブル崩壊の余波で、チームブルーフォックスが経営難に陥っていたため、安倍を引き止められる状況ではなかったことも要因として挙げられる。1995年より WGP フル参戦。1996年の世界 GP 第参戦。日本 GP では、1982年の スウェーデン GP での片山高沈以来の日本人ライダーによる 500cc クラスの優勝を飾る。2005年よりスーパーバイク世界選手権に参戦の場を移す。2007年より13年ぶりに全日本ロードレース選手権に復帰を果たし、冬季6戦を終え総合3位。自身のオフィシャルサイトでは10月20日に鈴鹿で行われるレースへの意気込みも記されていた。 2007年10月7日午後6時20分頃、神奈川県川崎市川崎区大島一丁目の片側、2車線の市道の右側車線を 500CC スクーター型バイクで北上中、左側車線から突然、U ターンしてきた、コンビニエンスストア配送用の4トントラックに、衝突し、午後8時50分過ぎ、搬送先の病院にて32歳で死去。現場は、 U ターン禁止区域だったため、このトラック運転手は起訴され、禁錮1年4ヶ月の判決を受けた。改名は、青銅院二輪英雄のリヒサ大孤児。スタートに秀で、WGP 時代には、予選10位台から1コーナーを、クリアした時には、トップ集団に食い込んでいることも多かった。前輪に過重させた、独特のライディングスタイルは、 マイケル・ドゥーハンに、最も才能に恵まれているが、最も、リスキーと言わしめた。全日本時代から長髪をトレードマークとしていた。ヘルメットからはみ出るその髪を、日本のモータースポーツ関係者から、転倒時の危機管理意識が低いと批判され一度、短く切ったことがあるが、外国人中心のチーム関係者からは、らしくないとからかわれ、再び伸ばしたことがある。 2001年頃に今までより髪を短く切り、ワックスでスタイリングをするようになったが、これは本人の好みの変化によるもの。ヘルメットのデザインは全日本時代からのリックが好きな星と翼をモチーフにしたデザインとなっている。ありがとうございます。